日本人の河合圭介です。皆さんこんにちは。本日は2023年7月の21日、今日はシルベスタ・スタローンさんとの、関わり合いや思い出をお話ししたいと思います。もともとシルベスタ・スタローンさんって、ランボーとか、ロッキーとかに出て、有名になられた方ですけども、ネバーギブアップかオーバーザトップっていう名前の腕相撲の、映画が最初の頃にあって、で、設定として、シルベスタ・スタローンさんが描いている主人公は、長距離トラックのドライバーであると。で、嫁と家族とあんまりちょっと、関係が良くなかったと。で、そこで、アームレスリングの大会で優勝して賞金を手に入れて、息子と過ごす時間が欲しいと。そういうふうな内容の映画だったんですね。で、もちろんこれ映画だから、最終的にはそれはシルベスタ・スタローンさんが演じる主人公の方が、優勝する設定だったんでしょうけども、これちょっと未来の時間軸から、僕はシルベスタ・スタローンさんに力を送ったりだとか、そういうことをね、知りました。だから、シルベスタ・スタローンさんともこうあまりこう距離を感じないというか、ロッキーという作品も好きでしたし、今の、スポーツ業界に言えることですけども、昔の人はどういうふうに体を鍛えていたかっていうトレーニングの仕方ね、これはロッキー4とか見ていただいたらよくわかるかと思います。ロープの網の中にこれぐらいかな、石を、大量に詰め込んで、それを何度も持ち上げる筋力トレーニングだとか、腹筋の仕方も、どこかにぶら下がって、腹筋するっていう形だったりだとか、ああいうふうな、トレーニングの仕方が昔の人のトレーニングの仕方なんですね。日本の水泳選手とかで、エネルギー消費しながら流れるプールで泳いでる、あんなの論外、普通に体鍛えなさいっていう話ですよ。ちょっと話は、戻りますけども、そういったいきさつ等もあって、私からの提案ね、今からもう8年ぐらい前ですかね、もうちょっと前ですかね、ランボーラストブラッドっていう、最後の作品、ランボーシリーズ最後の作品に、出ていただきました。炎のクリードも、私からの提案で作っていただいたんですけども、中南米で、もともと暴力団、要するにマフィア、ギャングですね、そういったところが野放しにされていた時代があって、それは第二次世界戦争の影響だったんでしょうけども、それは国境沿いに難民として逃れてきていた子供に、昔の僕か、どの時間軸の僕か分かりませんけども、軍に行かそうだっていうことで、子供に伝えていました。その部分ともあって、米軍とかが動いて、鎮圧に行ってたと思います。そういった部分もあってね、まだその鎮圧後も残ってるギャングとかが、そのランボー、シルベスタ・スタローンさんのランボーの、家族に、手を出して、ランボーがそれを、そいつらを殲滅するっていうような、お話ですね。分かりやすいお話。そういった内容とかもね、
頼ませていただきました。まあそういうふうなことの経緯があって、一回シルベスタサロンさんは今からまあ10年ほど前に日本に来日 してくれてるんですよ。まあそれは僕から の、 呼びかけで来ていただきました。まあ他のまあ例えばね、トップガンのマーヴェリックというキャラクターを描かれていたトム・クルーズさんのお話とかね、トム・クルーズさんもちょっとまあ縁があるんですよね。で他にもまあいる中で結構アメリカのその役者さんで、関わり合いのある人、まあアーノルド・シュワルツェネッガーさんだったりだとか、まあ他にも結構いろいろいらっしゃるんですけども、まあ僕としてはそのまあスポーツの勝ち負けを取り組んでるこの状態で、物事をこう見ていて、アメリカの大リーグなんかはロッキーズが未だに地区優勝もできていないと、まあそういうふうな形でね、法の下に平等で、優勝回数1950年ぐらいからの優勝回数で物事を見てもらってね、まあ第二次世界戦争が終わって、まあ、ちょっと時間が経過したぐらいの頃が1950年であると、まあ切りのいい数字だし、まあ、そこから物事を計算してどこの球団が優勝するべきか、地区優勝をまずね、で、ワールドシリーズどこが優勝するのかっていう話になってくるんですよね。まあプレーオフも進出もそうなんですけどももちろんそれはまだワールドシリーズを優勝したことのないチームであって、他のチームが射程に出てくるような場面ではありませんと。まあ今年の今のゲーム差を考えたロッキーズが例えば1位やワイルドカードのところまで行くのはかなり厳しい状況ではあります。まあまあ私個人的な考え方では、まあ今年まだワールドシリーズが優勝経験のないところが優勝してくれたら、多くの外国人助っ人選手がロッキーズに集合と。まあ本当にあれだけの年俸を渡してるんだったら、年俸規制アメリカの方でもかけさせていただいて、でロッキーズに選手が来やすいような形にして、まあファンの方が喜ぶような形と、あと法の平等による分配ですね。まあ、選手が力搾取されてる状況がロッキーズの選手の方たちにある可能性があると。各球団心当たりのあるところは全て力、お渡ししなさいということになってきます。まあ、アストロズに関してはここ2年間でワールドシリーズ優勝したりだとか準優勝したりだったと思いますので、当分は何にもなしです。これは当たり前の話です。まあそういった形で皆さんご協力のほどよろしくお願いします。まあシルベスタ・サロンさんがね、生きてる間に、しっかりともちろん、認知能力がある状態で生きてる時に、まあ、ロッキーズが優勝するところ、ワールドシリーズが優勝するところを見せてあげれたらなと私は考えています。以上です。シルベスタ・ソロンさん、今まで、いろいろ映画出演していただいてありがとうございます。まあ、昔は普通に見て、楽しませていただいてたんですけども、まあランボーラストブラッドだとか炎のグリーンの良かったです。どうもご協力のほどありがとうございました。まあ僕は英語喋れたらね、こう、サロンさんの方にもこういろいろいろんな話語りかけられたりできて、まあ面白い話がしやすいんでしょうけども、まあもし僕はテレビに出れるようになって、サロンさんとまあ来るのにね、結構こう大変だったりするんであれば、まあテレビ回線でもいいでしょうし、まあ、パソコンのスカイプとかでもいいでしょうし、まあお互い、まあ、僕の方が通訳ついてもらって、まあお話できたらいいんじゃないかなと思います。
以上です。まあ、まあ、ちょっとしたいい話だと思ってますんで、皆さんどうでしょうか。それでは本日はこの辺で、終わります。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。以上です。